そしてしっかり細胞の中に入るように誘導していきますので、どうぞリラックスしてね、行っていきましょう。軽く目を閉じて手のひらを上に向けて、私のエネルギーをしっかり受け取っていってください。まずは呼吸を整えていきます。口から細く長く吐き出します。まずは吐き出します。鼻からゆっくり吸い込んで、少し止めてお腹の中で3回回しましょう。汚れたエネルギー、汚れた感情を絡み取るように3回回します。そしてそのエネルギーを口からふーっと吐き出します。もう一度鼻から吸い込んで、ちょっと止めてお腹の中で3回回します。汚れたエネルギーを口からふーっと吐き出しましょう。もう一度鼻からゆっくり吸い込んで、ちょっと止めてお腹の中で3回回します。汚れたエネルギーを絡み取って口からふーっと吐き出しましょう。ラスト2回です。鼻からゆっくり吸い込んで、ちょっと止めてお腹の中で3回回します。汚れたエネルギーを口からふーっと吐き出しましょう。ラスト1回です。鼻からゆっくり吸い込んで、ちょっと止めてお腹の中で3回回します。いらなくなったものを掃除するように口からふーっと吐き出しましょう。では楽な呼吸に戻ってきてください。浄化の深呼吸を行いました。体をすっぽり包み込む白い光のドームに包まれているのをイメージしてください。このドームの中には怖いもの、嫌なもの、一切入ってくることができません。安心安全な空間にいます。光のドームに包まれて、大きな円の真ん中にいます。ただただ呼吸を楽しんで行います。今の自分の呼吸が浅くても深くてもジャッジせずに、その呼吸を感じるだけ。どんな呼吸も自分自身の大切な呼吸です。この呼吸に乗せて豊かさのエネルギーを体の隅から隅へと入れていきます。では呼吸とともにイメージをしていきましょう。目を閉じて、頭を閉じて、心を閉じて、
私は無限の可能性を持っている。どんなことも可能にできる。どんなことも乗り越えていける。どんなことも楽しめるし、どんなことも面白がれる。すべてを作り出した神から選ばれた仲間たち。どうか自分の感覚をもっともっと信じてください。目に見えているものがすべてではありません。目に見えないものを見る意識。そうすることで目に見えないもの、これまで見えなかったものがはっきり、くっきり見えてきます。少し肉体に意識を向けてみましょう。体の力を抜いていきます。頭の力を抜きましょう。頭皮の力、毛穴一本一本の力を手放します。おでこ、眉、目、目の奥一つ力を抜いて、頬、鼻、唇、奥歯の噛み締めを緩めていきます。首、肩、腕、指先まで力を抜いていきましょう。背中、お腹、下腹部も力を抜いていきます。足先まで力を抜いてリラックスしていきます。どこかに力みを感じたらそこに呼吸を送り、力を抜いてみましょう。ただただ呼吸を繰り返します。では皆さんに沖縄の龍神から豊かさを送ります。私の背後に頭が3つある大きな大きな龍神様がいらしています。龍神様の鱗は小判、お金、豊かさそのものを表しています。龍神様は行動する、そのパワーを授けてくれます。豊かさとは恐れを超えて行動すること、そこから始まっていきます。今龍神様が口から火を吐くように、からパワーを吐き出しています。それを画面を通して皆さんに送ります。手のひらを上に向けてしっかり受け取ってください。時間差で録画でご覧の方にもしっかりお届けしています。ご安心ください。では私の背後に龍神様が来ましたので皆さんにパワーを送ります。皆さんのオーラが金の光でキラキラと輝き始めました。どうか沖縄の龍神様に感謝をしてください。ありがとうございました。
大きな大きな力を貸してくれました。神様に選ばれた魂の仲間たちがこれから豊かに楽しく人生を生きていけるように大きな大きな力を貸してくれました。ありがとうございます。この豊かさのエネルギーはここから1週間から2週間でしっかり感じ取ることができるでしょう。では覚醒をしていきます。口からふーっと息を吐いて、鼻からゆっくり吸い込んで、もう一度口からふーっと息を吐いて、鼻からゆっくり吸い込みます。頭もすっきりしてきます。さあ目を開けてみてください。手と足を動かします。今日は龍神さんがものすごい力を出してくれましたので、皆さん楽しみにしていてください。